来てくれたのね。この武器は軍からの横流しか。7年前にはこんなものはなかったな。総局は何やってるんだ。この辺りの闇マーケットは保安隊の域外。保安隊？現在の大江戸を牛耳っている影の組織。いつから賞金稼ぎに首を突っ込んだ。あなたが大江戸にいた頃にはまともな暮らしをしていたと思うけど。答えになっていない。2年ぐらい経つかしら。
Thank you.
よくここが分かったな。通報があった。貴様ら害虫を退治してくれとな。そのセリフは訂正が必要だ。害虫はこいつだけで、俺は真面目な納税者だ。賞金首と賞金稼ぎは同義語じゃないのかね。こいつは俺が捕まえた。連携まで俺が連れて行く。それはできない相談だ。やるか。通報したのはあんた。ええ。なぜ？力量を試したかった。戦国志望だが、俺をかばった。相手が悪いわ。悪名高くドクロ決して倒しても無傷です。あなたが戦えなくなるとこっちの都合が悪くなるから。勝手な話だろ。え、聞かせてもらう。あんたの所属は電脳犯罪捜査局機動刑事部に属してる。機動刑事部？聞かない部署だ。新設されたばかり。久しぶりだな、戦国。ご苦労だった、クヌスケ。下がってくれ。はい。茶番劇はあんたが仕組んだ。言っていることの意味がわからぬ。私はクヌス刑事にお前を連れてくるよう命令したが、7年間どこに行っている？あちこちと。電脳犯罪者のいるところならどこにでも行った。しかし大江戸には立ち寄らん。チャンスがなかっただけさ。それに大江戸の電脳警察は世界一優秀だ。皮肉を言うな。何か飲むか。
再会を祝してとでも言えばいいのか。この数年間で全系の殉職者数がかなりの割合で増加している。今年度だけでもう113名の警官が殉職している。それだけ旧市街に物騒な連中が増えたということさ。警官を増員することが検討されたが、我々は数ではなく質を高めることでこの事態を乗り切ることにした。機動刑事になる戦国。うまい酒だった。じゃあな。待て、まだ返事を聞いている。答えるまでもないということだ。